2017年4月に諫早市小長井町をスタートした海岸線の旅、今回は西海市西海町からスタートです。なんかすごいいい匂いがします。そうですよね。いや、そうですよね。ですよね。私このマスクの匂いかと思った。え、何の匂いですかこれ。ちょっと戻ります。確かじゃがいもをふかしたような、うん、あ、そっちは、なんかこっちはこっちでラッキョウみたいな匂いする。あー、なんか漬けてるかも、うん、うわー、いっぱい大根ある。行ってみます。行きたい。ここで見ましたよ。大量の大根があります。ほらほら、すごい。こんにちは。あ、こんにちは。すごい大量の大根だなと思って、今何されてるのかなって。切り干し大根。切り干し大根を作っているんですか、はい、すごい。この大根大きいですね。ここで切って櫓に持って行って、はい、干して。ここ澤高郷では特産のゆで干し大根を作る前に2週間だけ切り干し大根を作っているそうです。登る登る。うわー、この坂か。右行けるかな。ローにした方がいい。ローにしました。ローにしたよ。わー、行けすごい。あ、ここが櫓なんです。わー、え、この白いの全部大根ですか。そうです。すごー。こうやってもう、うん、海岸沿いに北西の風が一番いい風なんですけど、そしたらもう一昼夜ぐらいで乾いて、もう取り込んで、これ多分ドローンで見たらめっちゃ綺麗でしょうね。ドローンいいですよ。あ、本当ですか。なんかのテレビでバードアイやったかな他局だけど。バードアイ素晴らしいですもんね、うん、その素晴らしいドローンの映像をご覧ください。おお、さっきなんか雪みたいに真っ白で、うん、だったけど色が全然違う。え、な、大きさも違う。縮みますか。す、わあ、わあ、わあ。ああ、なんかちょっとねじれてるんだ。何にされてます？お家だと。これはあまり食べない。なんで切り干しは。なんでですか。売るため。あ、売るため。あんまり量がないから。香りは特になんか今のところは。いただきます。おお、大根の甘みがすごい。やっぱり濃縮されてる。噛めばね、噛むほど。うん。うん。甘くて美味しいですよ。ちなみに。さっきここ来る途中に、うん、途中で軽トラのなんかはいはい、ちょっとこわもてのこわもてでした。主人です。あ、主人ですか。そうなんだ。ここ来てます。え、ポシポシてます。今出会いは何だったんですか。出会いは自衛隊の中の自衛隊同士で。自衛隊だったんですか。かっこいい。今から20数年前、自衛隊時代に守さんと出会い、結婚を機に自衛隊を辞め、福岡からご主人の実家である西海市に来たそうです。すみません、なんかちょっと怖いかったんです。こわもてやった。誰が。あなた。ひげ剃ってこようかな。澤高郷では現在、ゆで干し大根を作っています。ゆで干し大根も甘くて美味しいですよ。夫婦仲良く、はい、仲良いです。仲良いです。ありがとうございました。また、はい、元気で。どうしますか。12時11分です。はい、お昼ご飯の時間ですね。
食い気味に行きました。お腹が空きました。この後のルートは西海橋を U ターン、大村湾に沿って長崎市方面に向かいます。あ、何ここら辺いっぱいご飯屋さんあるじゃないですか。そばどころ一流ってここ新しくないですか。とんかつバラクさん、え、ここら辺もほらでかすぎないですか。ん、でかすぎないですか。あそこの店ですか、うん、いいですか、じゃあ先に。何ですか、うまそうな。いえ、1時40分ですよ。やばい、休憩に入っちゃいますかね。あ、ここら辺いっぱいありますよ、うんうんうん、ここはほらカツカレー、ちゃんぽん、皿うどん、ファミリーレストラン、あ、イタリアンも隣にある。あら、行ってみます。もうちょっと、もうちょっと先行ってみます。あります。これ先ありますかね、ご飯屋さん。あと3分進んでみます。2分進んでみる。50分まで OK。 ダメだったら戻りましょう。 OK、 戻ります。5分、あと5分。消す料理って書いてる。消す料理書いてるかな。あ、この道はさすがに行ったことないですよ。え、待って、どこ。あこっちか。なんか知る人ぞ知る的な。そうなんですか。そしたら楽しみだけど、ここが駐車場。おお、営業中だ。なんか良さそう。うわー、すごい。うわー、来た来た。ここ旅館？開いてる。こんにちは。ちょっと高いかもしれない。私に定食でよかったらできる。本当ですか、はい、お願いできませんか。もうご厚意です、本当に。何、定食、刺身定食があるみたいなので。すごい、素敵ですね。ここがいらないので、ここが一番特等席です。特等席ありがとうございます。最後になりました。すいません。今日何のお魚ですか。はい、今日は、こちらがアジですね。で、島アジ、タイ、あと水イカとサザエです。その他にもこんにゃく、お味噌汁、お米、すべて自家製のこだわりよう。この定食がなんと1650円なんです。よし、いただきます。新鮮で美味しい。うわー、これ鼻から抜けるこの、なんだろう、麦の香りみたいなのがすごい、お味噌の香りがすっごくいい。あー、自家製感じる。美味しい。やっぱ違いますな。なんかお米の味自体がすごい強い気がする。粘りとかよりも甘みが強い系。うん、おいしかった。ごちそうさまでした。行きましたね、今回も。はい、綺麗に行きましたね。お店の近くを散策してみると、こんなとっておきの場所が。うわー、めっちゃいいとこ。よし、怖い。コーヒーとか持ってきて、ここで飲みたい。海近っ。なんと自分で船を所有している方は、この桟橋に停めてお店を利用することができるそうですよ。バンが見えるんですか。左行きましょうか。あ、でも綺麗な道、うん、
っちってなんか何ですか。海も全然見えないし、もうなさそう。海もなさそう。もう家もなくなった。山。これ何ですか。大村湾滞在機、大村湾開発田島事務所。あ、お客さん普通に入ってもいいんじゃないですか。検温とか。いや、行けたら。何のとこでしょうね、これ。あ、こんにちは。すいません、こんにちは。すいません、突然。はい、NCC のトコハピっていう番組で今海岸線に沿って旅してるんですけど、はい、このここで何なんですか。呼んでいきましょうか。あ、こんにちは。あ、こんにちは。なんかびっくりした。これが島のパンフレットでした。はい、ありがとうございます。ここ何をしてるところなんですか。無人島体験ができる島になってますね。なので火起こししたりとか魚釣りしたりとかっていうので一般のお客さん向けにやったりですとか、あとは修学旅行とか社員旅行とか。もともと40年前まで人が住んでた島になりまして。あ、こんななんかいろいろ遊ぶ場所とか。そうですね、あのジップラインがあったりですとか。作ったんですか。あ、一応はい作ってます。ツリーハウスですとか、あとはシーカヤックできたりとかイカダ体験できたりとかっていう感じで。さすがにもうくれてますよね。今日ですか。日くれてますよね。今からですか。あ、全然大丈夫ですか。マジですか。いいんですか。はい、大丈夫です。ちょっと変かな。変。変ですか。ちょっと着込みすぎました。うわー、すごーい。もうここ大村湾です。大湾です。わーん、わんわん。まさか大村湾に出てくるとは。あれハウステンボスか。あれハウステンボスで、はい、花火とかも見えたりするので。最高、よいしょ。はい、わほ、田島到着。田島は大村藩に知らせるために水軍の見張り役を担うほど歴史的にもとっても重要な島だったそうです。でここがもともと住んでたあの田島さん家になります。田島さんの家。田島さんの家ですね。昔ながらのその古民家ですね。築100年の古民家です、はい、広い。ここで雨の日はワークショップしたりとか、はい、来た時にお客さんにオリエンテーションしたりとかっていう感じでやってます。うわ、それがこれツリーハウスですね。すごい。右が魔女の家で、左がターザンの家です。うわこれわざとですか。わざとじゃないですよ。うわー、あー、素敵。これやこれや、魔女の家です。魔女の家。木のいい香りする。はっはっは。え、はい、行けるってことですか。大人でも行けます。じゃあどうぞ。俺ら向こうで待ってるんで。え、なんで。狭い。あ、全然入れる。よいしょ。あー、なるほど。ちょっと丸くこう球体になってて、ね、かくれんぼしてるみたいですね。行ける。大丈夫大丈夫。キャンプもできますけど、日帰りでの体験もできるので、うん、ね、年末年始も年越しキャンプとか好きな。めっちゃいい。で、本当ありがとうございました。じゃあちょっとこのご時世なんでありがとうございました。お世話になりました。